司くんもいたのか。おっと、滝くん、僕の方が先にミスケに入ったんだから、僕のことを司先輩と呼んでくれないかな。いやだよ。へえ。先ほどの質問は司にもしたんだ。滝くん、彼の回答は秀逸だぞ。司くんはなんて答えたの？ほら、教室やカフェの片隅で推理小説を読む僕がいるとするじゃないか。うん。絵になると思わないかい？五千歩譲って絵になるとして。五千歩？それの何が推理小説のいいところなんだよ。女子にモテそうじゃないか。モテたか？まだ。モテないだろ？まだモテてないだけだよ。でも不純な感じでいいよな。なんだこれ、宝石みたいだね。そうでしょ、食べるのがもったいなくなっちゃう。高そうだ。あ、気がつきました。デパ地下の期間限定ショップで買ったんですよ。ブルックリンで人気のお店だそうです。ちょっと奮発しちゃいました。そんな高いの買わなくていいのに。よかったら俺も金払うよ。うん、気にしないで。私も食べたくて買ったんだから。これうまいぞ。もう食べてる。私もいただきます。ああ、じゃあ俺も。本当だ、俺の知ってるチョコと違う。うまいけれど数が少ないな。そうですよ、よく味わって食べてくださいね。しかも気がついているか。何ですか？7つだ。